どうも、なるまた TV です。なるまた TV は台湾の情報を紹介するチャンネルです。今回はコンビニで買えるスナック菓子、その中でも一味変わった味を試食してみたいと思います。それでは一番最初のお菓子を紹介していきましょう。こちらです。どうですか、見えますか。コンビニでよく買えるやつなんですよ。これは柿オムレツ味ですね。そうですね、台湾といえば柿オムレツということですので、今回はこちらを食べてみました。それでは食べていきましょう。あ、ピキさん、どうしたの？あ、いや、うちの相方がさ、なんか撮影してるって言ってたから、何してるかなと思って。今からスナックの試食ですよ。そうなん？そうそうそう、来なよ来なよ来なよ。え、いいの？いや、大丈夫大丈夫。いや、悪いね。では、急遽ゲストとして参加いただきました、ピキさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ食べていきましょう。それでは早速食べていきましょう。どうぞどうぞ。はいはい。見えますかね、こんな感じです。どんな感じ、これはもう食べちゃっていいの？食べちゃっていいです。あ、いいの。じゃあいただきます。うん、柿の味やかな。そう、うん、柿っぽくはないね。柿でも海苔、これは海苔、の海苔が、これは多分海苔かな。ちょっと待って、これ柿？柿じゃないと思う。柿の成分入ってんの？これ柿の成分入ってないよ、これ。あれだよ、あの柿風味だよ、柿風味。柿風味。でも俺好きなんだよ。なるほど。うん。だからいつもじゃないけどね、たまに買って食べてる。だからうまいっす。別にまずいわけじゃないですね、これは。続いてのお菓子紹介していきたいと思います。続いてのお菓子はこちらです。何これ？これライチですか？ Yes, ライチ。ライチサワー。あ？サワー？サワえ、俺 お酒弱いんだけど、これだ。見てください、見てください。ノンアルコール。あ、お二方、はい、食べる前にまず匂いを感じてください。はい。ライチ！じゃあ食べてみてください。はい。うん。サワー。最後のお菓子食べてみたいと思います。で、こちらになります。お、これはなんだ？ベビースターラーメンじゃないか。はい、そうです。これ何味ですか？これね、珍しいと思うんですね。ビール味なんですよ。また？これ酔っちゃうんじゃないの？大丈夫、これもノンアルコール。はい、ノンアルコール。じゃあお二方、こちらも食べる前に匂い嗅いでみてください。はい。うん？わかんない。何これ？ビールの匂いではない。いや、何の匂いもしないんだけど、なんか変な、焦げ臭いよ、なんか。ちょっと食べてみます。ちょっと食べて、もうそのまま食べろ。焦げではない。うん、ビールでもない。ビールじゃない、これ。コーヒーじゃない。コーヒーだね、これ。はい、おーコーヒーだよ。コーヒー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 、これビールじゃない、コーヒー。コーヒーといえばコーヒーな気もするけど、コーヒー、これコーヒーだね、これ。コーヒーか、コーヒーだ、これ。コーヒーなのか。うん、これビールじゃないね、これ。間違ってコーヒーだな。濃い、言われてみればコーヒーやけらしいな、ビールじゃない、まずくもない、まずくもない、コーヒーはない、コーヒーよ、苦いといける、うまい、うまい。これで3つ目のお菓子試食終わりました。これで全部食べ終わったことなんですけども、今回の試食感想どうでしたか、リュウさん。自分で買おうと思わない味もあったから、すごく新鮮な体験でしたね。はい、じゃあキくんのでしたか。あのね、今回ね、ゲストとしてね、初めて参加するんだけど、はい、やっぱこういうね、変わったお菓子もあるとはね、思わなかったんだよ。だから楽しかったから、次も呼んでくださいな。わかりました、機会あればまた呼びます。うん、普段見ない味のお菓子っていうのはコンビニに行けばたくさん見分けると思います。皆さんももし見かけたらぜひ購入してみてください。以上、なるまた TV でした。あとチャンネル登録といいねお願いします。バイバーイ。バイバーイ。